19歳です。いません。3年ぐらい自分が思い描いてたように進展しなくて、もういいやってなって終わりにしました。手つないで、まあ、デートして、ある程度月日が経ったら、まあ、そういうこともしてみたいな感じです。デート止まりでした。DM で急に男の人のにょいってものが送られてきました。マックス絶好調ちょっと大きい高校生の時に靴下とか上履きを売るのが流行ってました。私はやったことなかったんでわかんないんですけど、友達はなんか1日だけ履いて売るとかしてました。5000円しないぐらい。つい最近あります。最寄りのコンビニでご飯買おうと思って、コンビニの中うろちょろしてたら、ずっと同じ顔の男の人を見るなって思ってて、ちょっと怖くなって様子見てたら、ついてきてる感じで、やばい、これもうこのまま家帰ったらストーカーされると思って、しばらくコンビニの中で立ち止まってたら、こういう感じでカメラこっち向いてて、多分盗撮相手の異性を意識し始めたら、自分以外の女の子と無意味に関わり始めたら浮気かな浮気はないです。中学生の時とかは彼氏いて、でちょっと飽きてきたな、他の子ちょっと気になるなみたいな状況とかは結構ありました。なんか同時に付き合うはなかったですけど。なし、絶対なし。一番最初の体でするっていう部分に愛がないと思うから。まあ二つはあると思うんですけど、まあ、一個はまあ下の部分、お互いの、もう一個はキスかなって思います。まあ、例えばあんまりキス好きじゃない相手だったら、深めのキスは求めないじゃないですか。だからやっぱそういう部分も合う合わないが大事なのかなって思います。好きな人とは、まあ、やっぱり深いのがいいです奥まで入れる感じで。嫌いなのはめっちゃ唇の周りが汚れる感じのキスは嫌です臭いし汚いしメイク崩れるし、いいこと何もない。私的には長さと硬さ、普通に自分が奥が気持ちいいから18。彼氏じゃなかったですね。好きな人だったけど付き合ってはなかったです。相手は多分違うと思います。年上だったんで、私のバイト先に車で迎えに来てくれて、でその後なんかいい感じになってって感じです。車の中では普通に中ぐらい、思わなかったです。なんか全然自分に好意を持ってくれてるっていう風には思ってなくて、ただ一方的に推しみたいな感じで好きだった先輩だったんで、全然期待は全くしてなかったです。してないです。でもたまたまなんか自分の中でお気に入りの下着つけてました。なんか白のフリフリのやつ、めっちゃガシガシやってちょっとする人、無理やりあんまり好きじゃないです。でも優しく卵を扱うかのように、吹かないものだと思ってくださいめっちゃ S な人は怖いから嫌だ。結局怖いからやめてって言ったんですけど、拘束させてほしいって言われて、それは一番怖かったです。褒められて一瞬意識が飛びました。その相手と初めてするってなったら大事だと思うけど、何回か同じ人とやるってなったらそんなに大事ではないのかなとは思います。
私は結構なんか勢いでパーって感じが好きなんですよ。だからそんなに気にしないというか、その一番最初の時だったら体感10分ぐらいで、慣れてきた相手だったら3分とかでいいかも。カップラーメン出来上がるまででいいかも。15分、好き、めっちゃ好き。私は相手がその気持ちよさそうにしてるのを見る方が興奮する。マッサージしてる感覚、マッサージ師になったみたいな気持ちでペロペロする聞きます、気持ちいいって聞きます。嬉しいかな、口かな、口の方が柔らかいから気持ちいいなって思います。好きかな、でも口だけで大丈夫と思います。私はあの片方に集中したい、行くのはもうここここっていうふうに一個ずつがいいです。あ、どっちに集中して感じればいいんだろうってなっちゃうから。優しく舐めてほしい。すごい気持ちいい舐め方が一個あるんですけど、人の神経が縦に通ってるから縦にやった方が気持ちいいらしいです。なんかわかんないけど入りにくいのとあんまり気持ちいいって感じない。普通のので足はって持ち上げるやつ奥まで入るから好き、あの気持ちよさそうにしてるのをよく見えるから。週4、最初はめっちゃ隠すけどだんだん強くなっちゃう気がする一人はもう全くしないです。1回2回はしたことあるけど最近は全くしないです。手です、外、14とかかな。同級生の女の子とそういう話をしてて、で私はまだ一人でしたことなかったんだけど周りの子みんな知ってたから、まあ、やってみようかなみたいな感じでやりました。別に一人でやっても虚しいだけだから動画かな、多分見ました。外は舐められたりしてとかでよくあるんですけど、まだ中の感覚が分かんなくて、言ってたねとか言われることあるけど、え、どれがみたいな感じ。急に、うわーってなる。タワテラの、一回下がって上がるときの、うわーってやつ。あります。入れてるときもあるし、でもあります。気づいたら出てます。が勝手に出ちゃってて、あれ何これ。ちょっと不快なぐらい。ここが気持ち悪い。3回。嫌じゃなかったです。3回。5人です。1人。街でナンパされた人、街でナンパされた人、地元の友達、地元の友達。顔と清潔感。地元の方の人には何回か。シンプルに仲の良さ。全然二人でいても気を使わないくらい。旅行も行けちゃうみたいな、そういうくらい。友達でいいってなります。舐めと手でやるときは水晶玉みたい大事にしないと。 F です。肩凝るのと似合わない服、オーバーサイズの服とかだと太って見えちゃうからあんまり
似合わないっていうのと、あとはだいたいしてって言われます。大きい人だったらできるけど、ちっちゃい人は挟めない。彼氏と初めてた時に全部入ったと思った瞬間に足つりました。伸ばしてもらいました。また入れ直しました。水分ちゃんと取れよって。チャンネル登録お願いします。